ルイ・ジューベ、ルイ・ジューベ、ルイ・ジューベイ、1887年12月24日から1951年8月16日は、フランスの男優、演出家、劇団主催者。パリを本拠としながら、内外へもたびたび巡演した。日本には、1937年輸入公開された、女だけの党以降の、多くのフランス映画に登場して知られた。ルイ・ジュベとも表記する。 当代の新作のほか、古典特に、モリエールを演出し演技した。フィニステール県のクロゾンに生まれ、土木技師の父の転勤に伴い、幼少時を転々した。10歳の時父が、事故死し、母の兄が住むワルデンヌ県のルテルに移り、転入した中学で演劇を教わった。1905年、17歳、パリ薬科大学、L。 エコールでファーマシーパリに入学し、傍ら、1908年にアマチュア劇団を組織して、少数回ずつの公演を繰り返した。この時期、フランス国立高等演劇学校、コンセルバトアールの入試に3回落ちた。1913年、25歳、薬剤師一級試験に合格した上で、演劇のプロの道に入り、時代順に次の3劇場と深く関わった。 1913年25歳から1922年34歳まで。ビーコロンビエ劇場はパリロ6区サンジェルマンデプレ大通りに近いビーコロンビエ通りにあり、作家、演出家のジャック・コポー1879から1949が1913年から1924年まで主催した劇団の本拠だった。ジュベは その旗揚げから舞台総監督兼俳優として参加し、名を高めた。第一次世界大戦勃発の1914年、26歳、十部薬剤師は衛生兵として従軍した。大戦末期の1917年から1918年には劇団のニューヨーク公演の番頭を務めた。1922年、34歳から1934年、 46歳まで。コメディでシャンゼリゼ、コーマディでチャンプスエイリゼイズは、パリ大ックシャンゼリゼ通りから南へ折れたシャンゼリゼ劇場内の小劇場で、ジューベは1922年、シャンゼリゼ劇場の技術監督となって、内部を改装し、1924年、解散したビューコロンビエ座の団員も選抜吸収し、コメディでシャンゼリゼを本拠とする座を組織した。 1926年、38歳、レジオンドルール勲章ごとを受けた。1927年、パリのザイヤ三劇団と、相互扶助的なヨンザカルテルを結び、その野党連合は、フランス敗戦の1940年まで続いた。1933年、45歳、苦しい劇団財政への配慮から、映画、トパーズに出演し、以降も、 女だけのと、旅路の果て、舞踏会の手帳など、頻繁に出演し、日本の映画ファンにも親しまれた。1934年、46歳から、1951年、63歳、の没まで。アテネ劇場は、パリ第9区、ガルニエのオペラ座の西200メートルにある。10部は1934年、コメディでシャンゼリゼとの契約切れをお機きに、そこへ移った。 1934年、46歳、かって入学できなかった、フランス国立高等演劇学校、コンセルバトアールの教授に迎えられた。1936年、パリの国立劇場、コメディフランセーズ総支配人就任を要請されて、辞退したが、ジャック・コポーやカルテルの仲間らと、同劇場の演出には加わった。レジオン・ドヌール勲章4等を受けた。 1939年9月の第二次世界大戦勃発により多くの座院が動員され演劇活動が困難になった。翌年6月フランスが降伏した。ナチ占領下のパリでは公演不能と悟り、非占領地域やスイスを巡演した後、1941年6月一座を率いてリオデジャネイロへ渡った。中南米での公演は15カ国。 376回、4年半に及んだが、その間、装置の被災消失、団員の分裂脱退などもあり、破産寸前に追い込まれた。1944年56歳8月、パリ解放。再開発便に乗船し、1945年2月、パリに帰った。シャルル・ド・ゴール首相からコメディフランセーズ、総支配人就任を要請されたが故事。 アテネ劇場を借り戻して劇団を再編し、12月、ジャン・ジロドの遺作の初演でパリに復活した。ドコールも感激した。1947年、コンセルバトアールの教授に再び迎えられた。1948年、フランス政府の依頼に応じエジプトとヨーロッパ諸国へ順延した。1950年にもヨーロッパとアフリカへ順延した。 帰国後、レジオンドヌール勲章三等を受けた。1951年、63歳、カナダ、アメリカへ巡演した。帰国して、アテネ劇場で稽古した優に倒れ、2日後の8月16日に、楽屋で没した。4日後、サンシュルピス協会で葬儀を取り行った。個人が世に出たビューコロンビエ劇場の目と鼻である。墓は、モンマルトル墓チの南域にある。 大演出家のジューベは、映画では、監督に従順の俳優だった。ジュリアン・デュビビエは、映画が好きでなかった。彼を、映画は尊敬したと追悼した。アテネ劇場は、アテネルイ・ジューベ劇場、となった。近くの広場は、オペライコールルイ・ジューベ公演、SQ、デール・オペラルイ・ジューベイである。両著に年表がある。中田の著書には、上演記録、フィルモグラフィおよび、 人名、演劇作品、映画作品の作品がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。